Okay. を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか？モンドの人々はあれを失われた風神の瞳と呼んでる。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっとも。これ風だ。
き伯爵ちょっとビリビリさせない。うがちなさい。これおとなしくしやっ。